アルフレッド・ G ・バンダービルト・イングランド、ドーキング南港の A24 号船脇に立つ、アルフレッド・ G ・バンダービルトの記念日、アルフレッド・グウィン・バンダービルトは、アメリカ合衆国の富豪バンダービルト家の相続人の一人。鉄道王、コーネリアス・バンダービルトの飛行。ドイツ海軍の潜水艦、U、U-22 よる船舶、ルシタニア号沈没事件の犠牲者となった。 ニューヨークセントラル鉄道の車主コーネリアス・バンダービルト2世とその妻のアリス・クレイプール・グインの間の第5子三男としてマインハッタンに生まれた。ニューハンプシャー州コンコードにある名門私立校セントポールズスクールを経てイエール大学で学んだ。長兄のウィリアム・ヘンリー・バンダービルト2世が1892年に22歳で創生し、 時系のコーネリアス・バンダービルと3世が1896年に両親の同意を得ずに結婚して感動されたため、三男のアルフレッドが父の後継ぎとみなされ、1899年に亡くなった父の遺産の大部分を相続した。アルフレッドはニューヨークセントラル鉄道、ビーチクリーク鉄道、レークショア、ミシガン南部鉄道、ミシガンセントラル鉄道、 ピッツバーグエリー湖鉄道、プルマン社などの大株主だった。1901年1月11日に、ロードアイランド州ニューポートにおいて、銀行家、エドワード・タックの名にあたるエレン・フレンチと最初の結婚をした。エレンとの間には、長男のウィリアム・ヘンリー・バンダービルと3世が生まれた。しかし夫妻は1908年、アルフレッドとキューバ人外交官ン人との不倫が、 原因で離婚した。その後、1911年12月17日に、裕福な医薬品工場主の娘で一度の離婚歴のあるマーガレット・エマー・ソンと再婚し、次男のアルフレッド・グウィン・バンダービルと2世及び3、男のジョージ・ワシントン・バンダービルと3世を設けた。マーガレットは、アルフレッドと種別後、さらに2度結婚したが、3人目の夫となったのは、 アメリカ合衆国造兵局局長を務めた、レーモンド・ティー・ベーカーであった。アルフレッドはキツネ狩りを趣味とするスポーツマンで、欧米の勇敢階級の代表者の一人でありながら、イングランドの古式ゆかしい狩猟案内人の技術を習得していた。狩猟パーティーの際に、自ら馬蹄の身なりをして、案内役を務めるほど苦労と裸足だったとされる。1915年の春、 イングランドに滞在した際も狩猟用の犬や馬を買い付けていた。1915年の春、イングランドを訪れていたアルフレッドは、同年5月1日にリバプールを出港した、ニューヨーク行きの客船ルシタニア号の一等客室の乗客となった。ビジネスで旅行中だった。彼は妻子をアメリカに残し、獣者を一人連れているだけだった。5月7日。 アイルランドの航空クを沖を進んでいたルシタニア号を、ドイツ海軍の潜水艦、U、U-20 が発射した2本の魚雷が襲い、ルシタニア号は2本目の魚雷の直撃からわずか18分で沈没した。アルフレッドは、従者と共に、救命ボートに、乗客の乗せるのを助けた後、泳げないにもかかわらず、自分に支給された、救命同意を幼い乳児を抱く若い母親に、与えた。 アルフレッドの最後の行いを目撃した生還者たちは、アルフレッドの勇敢さと自己犠牲を褒めたたえ、アルフレッドは悲劇の英雄とみなされるようになった。アルフレッドとその従者は、この沈没事故の1198名の犠牲者に名を連ねることになり、遺体も見つけられなかった。アルフレッド・グウィン・バンダービルト、アイ・ファインド、エグレーブ、ハット・バンダービルト、アーサー・ティー、 スー、フォーチューン、エス・チルドレン、ザ・フォール・オブ・ザ・ハウス・オブ・バンダー・ビルト、ニューヨーク、モロー、ISBN0 から688072798、プレストン、ディアネ。トルピドド、ザ・シンキング・オブ・ザ・ルシタニア、スミソニアン・マガジン。 ピアニッシも64、6465、ok.、http コロンスラッシュスラッシュ www.libarts.ucok.edu スラッシュヒストリースラッシュファカルティスラッシュロバーソンスラッシュコーススラッシュ1493スラッシュリーディングススラッシュシンキングパーセント20オブパーセント20ス、E パーセント20ル下にや、htm ありがとうございます。